今回ご紹介するのは女優の小松菜奈さん。1996年2月16日生まれ、出身、東京都、身長168センチ、抜群なスタイル、そして独特の雰囲気と色気で、菅田正清も魅了した小松菜奈さん。若手個性派女優として、演技力や表現力にも定評があり、数々の映画で主演を務め、さらに体当たりの演技も見せてくれています。 そんな小松菜奈さんは2008年にニコプチでデビュー以降モデルとして様々な雑誌で活躍します。高校に通いながら芸能活動を両立させ2014年3月に卒業。高校時代はチアリーディング部に所属しており全国高等学校サッカー選手権大会の応援でテレビ中継に移り話題となったこともあります。2014年に公開された映画。 河脇のオーディションで中島監督に発掘され、主人公の娘、藤島かな子役で本格的な演技に初挑戦し、女優デビューを果たします。演技初挑戦ながら、この映画で共演者6人とのキスシーンを演じるなど、エロい演技にも体当たりで挑む小松菜奈さん。グラビアでの露出は少ないですが、映画や写真集では今後、ヌードが期待できます。2016年、溺れるナイフで映画初主演を決めます。 2016年前後からシャネルのブランドアンバサダーを務め始め、2017に開催されたシャネルのメティエダールコレクション、パリ、コスモポライトのショーにも出演しました。2021年11月15日、俳優の須田正樹と結婚したことを、それぞれの SNS にて連名で発表。須田とはディストラクションベイビーズ。 溺れるナイフ、糸などの映画作品で共演し、2018年からニコンドのファッションアンバサダーを3年間共に務めました。2024年3月9日、第一子を出産したことを双方の所属事務所の公式サイトにて報告。ちなみに兄からは、普段はお茶目で笑い上手な妹だが、未だに笑いのツボがわからず、幼稚な下ネタ好きな一面があると言われているそうなので、きっとティンコとか大好きなんでしょうね。 最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。